なあ、お前、将来何になりたい？わからない。そうか。俺もわからないんだ。十字方向、お客さんだ！おい、お客さんが多すぎるぞ。くそ！九時にATMランチャー。
けちまったよ。そこまで。よくやった。勝敗は重要ではない。最後まで戦うことに意味があるのだ。貴様ら、今までよく頑張った。俺が面倒を見てやれるのはここまでだ。明日からは佐久間教官が復帰されるはずなので、今までの訓練を無駄にせず、より一層の努力をするように。以上だ。解散。たまらん。危機訓練を耐え抜いてこそ、栄光あるレイバー隊員としての未来が。栄光なんていらんから、早く楽になりたい。今日は何周だ？走ってない人なんているんでしょうか。レイバー OS のネットワークアップデートサービスが軌道に乗り、OS の書き換えが簡単かつ迅速に行えるようになってまいりましたが、そこにテロリストの魔の手が伸びつつあります。実際にレイバー OS が起動しなくなる、停止するなどの被害が。ネットワーク犯罪なら俺たちが出る幕はないよな。できた、できたよ。我ながら素晴らしい。対ハッキング用構成防壁プログラム、その名も虫捕り象さん。まあ名前はいいとしてだ、そいつが何するわけ？よくぞ聞いてくれました。このプログラムはハッカーがアクセスしてくると、そのアクセスパターンから不正規のユーザーであるとカンパし、すぐさま回線を切断。逆探知をかけ、相手にエージェントプログラムを送り込むことができる。この送り込むプログラムは自己学習機能、自己改造機能、自己診断機能、自己増殖機能を備えており、仮に逆探した先のコンピューターにウイルスステッカーが入っていたとしても、自己改造機能で自分を改造し入り込むことが可能。さらに潜入後は自分の編集をさまざまな場所に潜ませることができ、定期的にこちらに情報を送り返してくる。さらにさらに自己学習機能と自己診断機能で定期的に自分のメンテナンスもできる。どう、すごいでしょ？ようわからん。お、眠そうだね、アスマ。暖かくなってきたのはいいんだが、眠くてかな。なんだなんだ篠原、そのヘナヘナした態度は。今日から新入りが入ってくるというのに、先輩である我々がだらけていたんでは示しがつかんではないか。そうね、先輩らしく落ち着きのあるところを見せないとね。太田くんもいい加減落ち着かないと後輩から甘く見られるわよ。自分がでありますか。バンバンぶっ放す落ち着かない先輩がいると分かっただけで、逃げ出さなきゃいいけどな。なんだと？さあ、ほんと今度来る新人くんには期待しちゃうよね。紳士さんは総務課に出向しちゃったし、
ひろみちゃんは長期研修でしばらく帰ってこないんだもん。そのための増員のはずだけど、入ってくるのは実践経験のない新人だから、しっかり私たちがサポートしないとね。おお、みんな揃ってるか？本日はお日柄もよく、めでたいことに我が特殊二課第二小隊にも元気あふれる新入隊員が配属となった。おほ、かわいい。どっちがフォワードかな。お前たちが来るとは思わなかったぞ。若いわね。ああ、ほらほら、静粛に静粛に。新人さん困ってるでしょ。それではポジションの発表を行う。空谷みどり巡査、3号機指揮者担当を命じる。はい。江戸川区葛西で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。江戸川区葛西で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。あれ、まあ、隊長、この二人はどうするんですか？3号機はまだ。ああ、それはこっちで何とかするわ。お前たちは現場に急行してくれ。俺は後から合流するから。それでは第二小隊出撃します。お前たちには別の任務を与える。実はさ、ここに3号機ないんだよね。篠原の鉢売り工場に調整と整備で出してあったんだけど、あっちもこっちも人手不足でね。悪いんだけど、3号機を八王子まで取りに行ってほしいんだわ。それじゃあよろしく。はい。ああ、そうそう、うちのモットーはね、だからさ、みんなで幸せになろうよ。だからね、そこんとこよろしく。ダメです。くそ。こんなところで。どうしたんですか？しっかりしてください。俺に構うな。大変だわ。早く病院に運ばなきゃ。こんにちは。はい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 。あれよ、みどりじゃないか。どうしたんじゃいきなり。こんにちは、おじさん。みどり、お前何しに来たんじゃ。あ、そうそう、実は怪我人がいるんです。出血がひどくて、すぐに見てほしいの。何？すぐ連れてこい。とりあえず止血と縫合は終わったわい。まあ、傷は大したことないから命に別状はないな。じゃが出血が多いんでしばらくは安静じゃな。そう、よかった。しかしどうしたんじゃ一体。だいたいこいつは何者で、そいつは。あ、そうでした。こちらは私の同僚の巡査です。そちらに寝てる人は道路で拾った人です。道路で拾った？はい、道路に倒れていたんです。おいおい、どこの誰だかわからん人間を担ぎ込んだってわけかい。私の名はクリシュナ・アマルナート。どこのどなたかは存じ上げないが、助けていただいたことには感謝します。しかし、ここでじっとしているわけには。無茶するやつじゃわい。血が足らんのじゃ、しばらくは立てんぞ。
とりあえずあいつはうちで預かってやる。目を覚ましてからどうするか決めたらええ。怪我人を放り出すわけにもいかんからの。ありがとう、おじさん。ところでお前たち、仕事の途中じゃなかったのか？あ、早く二課に帰らないと。渋滞に捕まっちゃいましたね。はい、こちら特殊2課第2小隊3号機キャリアです。お前たち一体何やってんの？まさかレッドとかしちゃってるんじゃないでしょうね。してませんよ。首都高速の渋滞に捕まってしまって動けないんです。あ、そう。それで今どこ？ベイブリッジの手前です。そいつはよかった。そうかそうか、いきなりでなんだけど一仕事やってもらうよ。はい。3号機はその場でリフトアップ。首都高速湾岸線ベイブリッジ上で破壊活動を行っているレイバーを速やかに確保し搭乗員以上。いきなり初仕事で単独任務っていうのもなんだけど、お前たちが現場に一番近いのよね。俺たちもさ、可能な限りそっちに急ぐから、お前たちだけでなんとかやってよ。それじゃあ、頑張ってね。はい、頑張ります。車両が多数停車しています。乗っていた人は避難が完了していますけど、蹴飛ばさないように注意してくださいね。
軽い脳震盪ってやつさ、外傷は全くないわけだから問題ないでしょ。もっとも3号機は頭が取れちゃって真っ黒焦げだけどね。3号機かわいそうだな。あれだけの爆発に巻き込まれてかすり傷一つなしだったんだ。それだけでも儲けもんだろう。そうね、軽い脳震盪で済んでよかったわ。あ、そうそう、あなたが目を開かないものだから空谷さんが取り乱しちゃって大変だったのよ。緑ったら大げさなんだから。だって目を開かないんですよ。心配じゃないですか。入隊早々えらい目にあったな、貴様。まっとも、これぐらいのことでへこたれていたんではレバー隊員なんて務まらんからな。さすが、いつもぶっ壊してるやつは言うことが違うね。なんだと？まあまあ、太田さん。それにしても初出動でいきなり単独任務だっていうのによくこなしたよ。ほんとこりゃ俺たちもうかうかしてらんねえな。な、太田。なんで俺に振るんだい。葛西ベイブリッジで取り押さえた2台のレイバーについてですが、2台とも活動停止した段階でコックピットが爆破されています。3号機の場合はハッチを開くと同時に爆破されましたが、調査の結果どちらの機体ともコックピットに操縦者が乗っていた形跡がないそうです。また事件の直後にテロ組織海の家から犯行声明が出されています。あ、無人機だったんですか。人が乗っていなくてよかったですね。通りで動きがぎこちないと思ったぜ。しかしなんでわざわざコックピットを爆破するんだ。大方見つかるとやばいものでも積んでたんだろう。無人機か。やっぱり海の家も人手不足なのかな。確かに無人機が暴れてくれりゃ構成員が逮捕されることもないわな。しかし、ぎこちないと言っても俺たちを相手に戦えるだけのプログラムを組んだんだ。相当な腕のプログラマーがいるのは間違いないだろうな。だからかな、コックピット爆破したのは。海の家って何でしょう。は？お前そんなことも知らずによくレイバー隊員なんてなれたな。海の家っていうのはな。おっと、それから先はこの私が説明してあげよう。海の家とは
環境保護の観点からバビロンプロジェクトに反対し、それを阻止線として過激な犯罪を繰り返す環境テロ集団なのである。バビロンプロジェクト断固阻止を謳い文句に、爆弾テロ、要人暗殺、政治的デモンストレーション、サボタージュ、銀行強盗にコンビニ強盗、果ては無銭飲食までやらかすという極悪非道な連中である。バビロンプロジェクトで大規模に使われているレイバーをもその標的とし、レイバー犯罪を繰り返しの戦闘の、あ、いや、もとい、レイバー工場連続爆破事件もこの海の家の仕業である。とまあ言うなれば、我ら特殊兄家の宿命のライバルといったところかな。どう、わかった？はい、海の家は地球に優しいテロリストなんですね。だあ、ああ、松井さん、後藤ですけど。やだな、お返ししますって、精神的に。